疲れです。よしみです。今回はですね、十割そばの茹で方を、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとよしふみもそば売ってるんですけども、たまにこうお土産とかで、持ち帰りの手打ちそばとかもやるんですけども、その時にこうやっぱり一番言われるのが茹で方が難しいって言われるんですね。ちょっと切れないコツとかってポイントとかっていろいろあるんで、説明しながら、茹でていきたいと思います。で今回はこちらのそばですね、ちょっと中心粉を使ってるそばなので、もうちょっと茹でる時間もだいたい今回はこれで20秒ですね。そうですね、こんな感じですね。切れないでしっかり仕上がってます。これも本当時間が命なんで、ちょっと先にいただきたいと思います。つなぎないのにしっかりとこっち回って、やっぱ今回は寒ざらしで使ってるので甘みもあるそばに仕上がってます。でこれをポイントだけつかめば家庭でも同じように茹でれるので、だいたい茹で時間は20秒だと思ってもらえれば、このそばに関してなんですけどもいいと思いますので、ぜひ、ではちょっと早速茹でていきたいと思いますので、やっていきたいと思います。よろしくです。はい、ではですね、今回は、十割そばですね、十割そばを、例えばお土産用の十割そばとかを、家庭で茹でる場合ですね、茹で方をやっていきたいと思います。で十割そばは、茹でた後、結構伸びるのが早いので、茹でたらすぐ食べれるようにまず先に、準備しておいた方がいいですね。まずそば、を入れる器と、あとまず水ですね、水と、あと締める氷水ですね、氷水も置いておいて、あとすぐすくえるようにざるですね、ざるも用意しておいて、準備が整ってから、もう食べる準備が整ってから茹でるようにした方が、いいと思います。どうしてもつなぎ入ってる二八そばとかに比べて、茹でた時の食べた感じはすごいコシがあるんですけども、本当にちょっと時間を置くともう伸びてしまうので、すぐ食べれるようにしてから、茹でた方がいいですね。では早速茹でていきたいと思います。どうしても、今回カセットコンロでやるんですけど、家庭の火力ってやっぱ業務用の火力よりやっぱ弱いので、やっぱ蓋付きの鍋でできればこう蓋しながら、今回は、やっていきたいと思います。沸騰してきたらそばを入れていくんですけども、通常そば入れちゃうと大体家庭の火力だとこのたぎりがこう沈んで次上がってくるまでにちょっと時間かかっちゃうので、入れたら、蓋をして少し待ちます。で今回のそばはちょっと寒ざらし、自分売ってるんですけども、こちらを茹でていきます。お店ですと大体20秒くらいの茹で時間なので、ですね、ではそばを入れていきます。そば入れるとき手にですね、手に軽くこう掴むように、持っちゃうと切れちゃうので、手に乗せるように広げて、あと広げて入れていきます。上からこう広げる感じで落とすように入れてきます。でたぎりが沈んじゃったんで、これで一回蓋します。はい、今5秒くらい経ったんで一旦端を軽く入れます。であと心の中で10秒くらい数えます。であと上げてきます。浮いてきましたんであと上げてきます。でザルですくったらまず水に入れてきます。でこの時に水に入れたら5秒くらい触らないで、でちょっと経ってから軽くやって、今度流水で洗ってきます。
こちら流水で洗ったそばですね。そしたら今度最後に、よいしょ、はい、氷水ですね。氷水で締めていきます。ですね、そばを一旦水、茹で上がりすぐ水に入れて、すぐ混ぜないのは、すぐ混ぜちゃうと切る、どうしても切れやすいので、一旦水で表面が固まってから洗うようにすると、もう切れないので、でそばを一旦氷水で締めます。で、締めたら先ほど用意しておいたザルか何か器で構わないので移していきます。よいしょ、はい、こちらですね。こちらで、吉文の手打ちのそばですね。だいたい今回はそうですね、蓋してやって20秒くらいの茹で時間ですね、トータル。お店だと本当に20秒かかるかかからないかくらいなんですけども、こちらをもうすぐ食べていきたいと思います。こんな感じです。